を優勝しました鈴木圭一郎選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい。ただいまのレース、自己レースはなってしまいましたけれども、この大晦日、この日にここで見る景色いかがですか？やっぱり事故があったので、思いっきり横目しないんですけど、勝てたので、嬉しいです。一番優勝だ。多くなかったので、最初こういうことが、夢みたいです。途中はしていいわけじゃなかったので、ちょっと不安要素がいっぱいで、決して臨んだんですけど、思想の感じは、結構1時間後にはいいかなって状態はあったので、自信持ってスタート切っていいですって。チームは嬉しいんですけど、事故があってちょっととかもしてしまったので、何も事故のないレースよりは強豪に残ることがあるかなと思います。振り返ってどうですか？はい、今日朝新聞見て、イチローイヤーがどうのこうのって書いてあったので、今日取らなきゃその言葉もなくなってしまうと思って、思う存分走りました。ファンの皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、来年は今年以上にせいで、また圭一郎イヤーと呼べるような年にしたいと思います。圭一郎頑張ってよ。本当に鈴木選手、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは花束の贈呈です。そしてチャンピオンベンチコートがただいまかけられました。王座決定戦を制した証でございます。おめでとうございます。では賞金ボードの贈呈でございます。シャッターチャンスです、はい。